えー、こんにちは。吉谷ですえー、武田さん、今回はありがとうございました。はい、えー、スペシャル記念というスペシャル記念というかスペ、クリスマスキャンペーンですね。はい、こちら豪華3本立てはい。ご堪能ください。はい。まあ、僕今あの個人であのー、まあ、1人でや,やらしてもらってるんですけれども。あのー？ 今回の映像は3本立てで他の講師陣の話が聞けて、まあ、特にあの僕は久保さんの話がいいんじゃないかなというところですで久保さんとセミナーやるのももう多分これが最初で最後最初じゃないわ最後なので、まあ、当分久保さんとこのジョイントでセミナーすることはないと思います、はい、なので今回のこの映像はまあ、イリュージョン1イリュージョン2イリュージョン3っていうことでやらしてもらったんですけどうん イリュージョン1イリュージョン2でイリュージョン3今回が最後です、はい、なんでまあまあ総決算というかまあプロモーション V でもちょっと作ったんですけど久保さんのセミナー見ていただけ全部分かりますけど、まあ、全部その結果今100万から300万ぐらいはもうアフリエイトだけで自分のコンテンツ販売せずにアフリエイトだけでも収入を得てますので、うん、すごいなと。 うん、すげえ成長したなともうほ数年前はですねお客さんだったんですよ本当にお客さんで1円も稼いでなかったですよもちろん最初はでひたすらそのコメントをくれたりとかメールくれたりとかずっとしてくれてたんですけど今じゃもうすごいですよね逆に僕が久保さんから教わらないといけないなっていうぐらいに、まあ、成長したというか僕が知らないことも久保さん知ってたりしますんで今はもううんなすごいなと思います なんでまあ久保さんの映像を「イリュージョン3」ぜひ見ていただいてえ参考にしていただきたいのとあとは覆面さんの副業セミナーこれは本当にあの多分聞けない話だと思いますネットビジネスはちょっとかけ慣れてるんですけどあのすごく面白い映像になってますであとは MI2 アカデミーに関しては今その今度ね合宿もやる予定なんですけどもあのすごく強烈な女性でですね <laughs> まあちょっとね強烈すぎるので申し訳ないですけど強烈すぎるのでこれ先に言っとくんですけど気分を害されるかもしれません <laughs> 強烈すぎるんですねまあエッチ立ちすぎみたいなまああんだけ女性でエッチ立ってたら稼げるよねって話なんですけどまあその考え方だったりとかなぜその人がお金を稼いでいるのかっていうのをまあ見ていただけばわかりますはいであとはそこのエマージュアカデミーの話は僕があの薬の話をしてます薬の でその話は結構いいのかなと思います、薬の話。はい、そちらも、まあ、僕も話してますんで、まあ、無料で話してないようなことは、セミナーでちゃんと話してますんであの、やっぱ有料と無料はちょっと分けてる部分もありますんで、はいまあ、そちらちょっと見ていただいて、参考にしていただければなと思います。今回は、えー、スペシャル記念ですね、スペシャル記念じゃないわ、クリスマスですね、クリスマスキャンペーン。 ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。